リクシルスポーツではツイッターやインスタもやってますのでフォローお願いします。フォローしてください。そんないないっすね。でもチームメイトだとやっぱマッチ君ですね。足も速いし、もう体重ほんと強いんで。でかいと上から叩かれちゃうもんね。はい、アイセ君とか。イクマ、そう、イクマだ、そうだね。エベとか、そっち。だって J1 のトップクラスが2人いるもんね。はい。それはいい練習してるよな。そういうのは全然。あ、そっか、大丈夫ですけど。そうだ、ごめん。あ、忘れてた、お前のこと。大丈夫、大丈夫。俺も言います、一応。まあでも、ソメラはまあ、これからまだな。そうですね。お前は頑張るで。これから。頑張んなきゃだから、お前は。これから、はい。やっぱでも、三笘じゃない？リュウジ君とかどうですか？まあそうだね、リュウジ君も嫌だね。もうずっと動いていくのも。リュウジ君あれ、追って嫌なんだよ、嫌なんだよ、あれ。あ、そうなんですか。走って、走って。そうだね。早いっすよね。早い。早い。早いっすよね。キレキレ。キレキレだから、まあそうだね。いや、リュウジ君かな。鹿島のボランチっていうので、ケント君ですかね。潰せるし、うん、本当に球際強いっていうところがマジで驚きました。そうだね、これが本当の鹿島だなっていう。いい選手だね。はい。俺、スンテさんかな。ああ、いいね。すごいね。曽我さんとか。うん、プロになって、一番レベル違うって、キーパーって聞いてたから、スンテさんと曽我さんに、が後ろいると、すごい安心できるなっていう。まあ、誤解を生むかもしれないけど、うまいっていうかは、全員強い。このチーム来て思ったの。まあ、りょうたくんもそうだし、やすさんもうまいけど、もう強いじゃん。強いですね。ああ見えてというか。うん。倒れないしな。下からグッと入ってくる、ね、でも若い、でそれこそ太郎と松と山田、はあ、確かに。お前らの世代は多分相当相当すごいっすね。すごい世代だと思うけどね。ああ、あれっすね。太郎と松は、太郎と松と山田は俺もっすね。俺抜けてます。あ、お前抜けて、はい、ごめん。でも本当多分その4人は驚いたっていうか、うん、若いねくていいの、いい選手だなっていうのを思ってる。まあそれをあとは結果に出して頑張ってほしいですね。軽いなぁ、なんか。お前ね。あ、俺か。お前だけな。俺か。褒めてんだから。まあ、俺、一時キーパー憧れてたんで、うん、結構キーパーになってキーパーの。はい、うん。前田大然とかなっていたいっすね。俺もそれこそ世界で言ったら、エムバペとか。あ、足速い選手。足速い選手。足速くてめちゃくちゃ手取れる。それこそ松とかも最高。みんななんかさ、選手言っていいけどさ。でも足速いってほんといいですよね。簡単だよな。簡単じゃん。出してもらえばいいんだけど、出してるように走れば。そう。でも、リクト君とか出す側じゃないですか。うん。出される側もやっぱいいですよね。わかります？パス、使われる側っていうか。うん、なるほどね。絶対、センターバックは嫌だな。俺でも逆にもう、ダニエル・アウベスとか、その視点で、俺とはどういう違う景色見てんだろうっていうのを見たいけどね。同じポジションで。前田大然だ。レアンドロ・ダミアンとかもいいですね。あ、いいね。エベとかね。はい、そこら辺に。アイス君とか。ね。俺、保育士ですね。あ、いいね。イクマでも子供好きだもんね。はい、広瀬家と小泉家とか、と飯、はい、イクマ誘ってくるとかするんだけど、やっぱ見てくれるもん、子供。とか試合終わってさ、駐車場にさ、やっぱ家族見に来てるからさ、子供とかいるじゃん。そう、イクマやっぱ顔色変わるよ。優しい顔で、あんな試合のあんないかついさ、オラオラしてる顔から、まあ、ピッチ離れたら、まあ、いつも可愛いけど、長さ子供いたら、うわぁ、みたいな。かわいい。かわいいんすか、ね、最近、リクト君の子供に泣かれなくなった。最初は泣かれてたんですか、ま、前までめ、もう、やばいよ。見た瞬間。あ、そうなんですか。俺んちで飯食いに来た時とかもさ、はい、やばいよね。保育園から帰ってきたタイミングで俺がいるのよ。はい、したら、もう、リクト君のこと抱きすぎて。全然これ、お泣き。泣き染めは。いや、ないですね、でも。え、なんでもいいんだよ、別に。大金持ちになってとか。あ、確かに。とか。あ、そっか、何を、あ、そっか。何でもいいんだよ。例えば、じゃギャンブラーとか。うん。あ、カジノとか行ってみたいですね。行ってみたいじゃなくて、なりたいやから。あ、なりたい、なりたいか。前澤社長になってみて、宇宙旅行とか行けんじゃん。何でもいいんだよ。社長になってみたいですね。それはだからお金持ちにつながるのか、それとも、そういう経営をしてみてどうこうなのか、どっち。お金持ちの社長。お金持ちになりたいんだ。はい。お金持ちになりたいです。お金持ちって何したいんですか。もうお金あれば何でも手に入るかなっていう。まあでも愛は買えねえけどな。よし。ワールドカップ。ワールドカップ。オフ明けに、キーパー除いて、フィールド選手だけの4チームに分かれて、総当たり戦するやつ。はい。あれいいね。あれがやっぱね、一番。一番なんかね。一番盛り上がるというか。はい。そうだね。その、5人か6人チームで一番団結するときが。そうだね。
で、しかも、しかもさ、写真を撮るっていう目標があるじゃん。優勝して。まあ、ファンの皆さんも多分、ストーリーとか見てると思うんで。あれを、で、写真撮ってるのが、まあ、そのワールドカップっていう俺らが言ってる中の優勝したチーム。しょうまくん。これアシストしてますか？あれね。あ、あれか。空振りアシスト。あれね。はい。あの、ケントからの、イクマからのしょうまくんね。はい。太郎じゃないですか。え？え、違う、今年じゃないよ。は？今までで。あ、今まで？え、三つ子さんとかじゃないですか？あ、そういうこと？うん、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。お前。なんだお前。太郎じゃないですか。前の違ううちうち22番出なかったっけ違う20万か安西安西あ俺後期22だっけ32じゃなかったでしたっけ安西とか呼び捨てしちゃったけど俺後期の次俺22あそうケイ君とか、うん、アストさんとかのユニフォームとかスパイクですねああそうだねあそれそうだね俺それ結構大事です、ね、宝物だね俺も飾ってあります、寮に。しっかり、アツさんの。まあ俺は、またなんか、変な風に思われちゃうかもだけど、あの、K が移籍するときにさ、俺が K に、K とお揃いで、ネックレスプレゼントしたんだけど、それかな、宝物。まあ俺は男目線からしたら、まあワン君かな。そうだね。俺もワン君。男じゃないですか、ワン君って。しかもさ、誰に対しても優しいじゃん。優しいです。本当に優しい。趣味いっぱい持ってて。モテそうはワン君かな。モテそうっていうか多分モテるだろ。いろんな視点でいいですか？いいよ。だらしないとか。だらしない。これやっぱでも常本なんですよ。俺も常本だと思います。あ、そうだね。そこは常だね。はい。ああ見えてね。汚い。だいぶ汚い。車も、車の中も汚いし。量も汚いし。そうそう。風呂入んないし。風呂入んないし。まあじゃあ常本っていうことで。大食いは？綾瀬かな。あ、綾瀬結構食う？食う。めちゃくちゃ食べる。マジで？はい。めちゃめちゃ食います。綾瀬くん。アイス君食べるわ俺ケントも食うんだよケント食べるね食べますね、うん、意外とっていうかまあでもケントとアイスぐらいか山田あ山田も食うじゃん山田もやばいっすなんか牛丼のなんかキングサイズみたいなじゃないですかあれ3ついけてガチでお腹いっぱいみたいな3ついけてるキングってさ裏メニュー的な、はい、そう3ついけてすごいねすごいな本当に多分お腹いっぱいになったことないんじゃないですか俺もう一個なんかナンバーワンっていうかもう全員思うことだけど、ちょっと変わってるっていうか頭おかしい。はい。安西。ああ、うん、確かに。一番線。うん。変だよね。小学校ちょっとから、ま、地元、あの、知ってるから。あ、そうなんですか？うん。埼玉出身だし。昔からずっとあれってすごいよね。普通さ、なんか大人になってさ。昔からなんだ。ちょっと大体さ、経験してさ、うん、変わるじゃん。こういうことはやっちゃダメなんだなとか。まあ多分あいつは何も分かってるけど、ブレないもんね。でも夏来てよかったですよね、絶対。いい風を吹かしてくれてるよね。それは後期ナンバーワンか。子供いるから、うん、朝起きた時、てか朝俺より早く起きてくるから、俺の布団にダイブしてきたりとか、家帰ってお帰りとか、まあそういう時かな。幸せを感じる時。まああと、サウナかな俺は。ああ、確かに。サウナのあの、外気浴してる時。俺サウナだったら、こう、帰って運転してる時結構いいんですよね、俺。あのポカポカしながら、はい、こう帰りながら運転して話してるっていうのはあれいいんですよ。いいね。俺はそっちの方が好きです、ね。そっちの方が好き。そうね。幸せ感じる時。いつも幸せ感じてます。結構。そう。いや嘘っすけど。なんで嘘なんだよそれ。点取ったりとかさ。ああ。でもごめん。でもそんな点取ってないから。俺一人でいるの好きなんで。うん一人でいるときとか、一人でなんか YouTube とか見てるとき、見てるときが一番いいです。なんかやっぱ俺のちっちゃい頃は PS とか、PS、PSP、PSP のこと PS って言うの？いや PSP でした。お前手紙の最後じゃねえんだよ。そうそう。なぜ？怖いお前。PSP、PSP、ゲーム機。ああまあそうだね。やっぱ俺もそうかな。俺カードでしたね。カードゲームの。何でしょう？デュエルマスターズとか。あデュエマね。デュエマ。遊戯王とか。あ、それ違いますね。いや、遊戯王もやってたよ。遊戯王もやってましたね。遊戯王もやってたけど、デュエマもやってた、ね。俺、下の子、クリスマス誕生日やん。行ってましたね。それかな？クリスマスプレゼント。プレゼントっていうのおかしいかもしれないけど。物もらったら嬉しいな。カシマントラーズ宛てに、
送ってきてほしいね。鹿島とらず関川行くまでにちょっと送ってきてほしいですね。犬、あ、犬欲しいんだ。犬種は何でもいいですね。ちっちゃいやつ、ちっちゃければいい。はい、でも本当に前まで猿飼おうとしてたんですよ。いいな、可愛いね。でも猿って飼えるんですか。飼える。しつけとかがなんかできないらしくて、トイレとかもいろんなとこしちゃうんだ。はい、だからでずっと一緒にいなきゃいけないらしくて、あ、その動物病院とかも全然少ないっていう。じゃあちょっと大変だね。大変なんでやめましたね。ソメは何でしたっけ。お前もうやめる。だからクリスマスプレゼント欲しいもん。ゴルフセットいっちゃんいいの。一番いいゴルフセット持ってもうまくなんないじゃん。いやでも結構意欲はあるんだよ俺。ああ、でそれもらって、はい、いいスコア出したいと。いいスコア出したいです。欲しいものか。あ、でもサウナテント。ああ、ずっと行ってますね。まあ、俺ん家庭ないからできないけど、キャンプ場でサウナできたりとか。確かにそれいいっすね。川で水風呂なんて、ね、いいっすね。ね、いいね。リクシルスポーツザ・セッション、チャンネル登録お願いします。この動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。メリークリスマス。